では、三線の上のチルの結び方について今日はご説明します。このチルの結び方っていうのはものすごい重要で、この結び方でからくりがくるくるっと戻ったり戻りにくかったりするので、この巻き方ちょっと覚えていただければと思います。でまず順番ですけども、これはもう決まっていて、まず最初にウージルで中ジル側で、最後にミージル側を締めます。なぜそうするかというと、ミージルから締めていくと窮屈になってしまうんですよ。だからウージルからまず締めて、でそして締めやすい中ジル、最後にミージルにするとすごいスムーズにいきますので、その順番でまたやっていきますね。では最初ウージルから、まずそれぞれに開けられた穴にチルを入れます。先っちょだけでいいですね。でそれをこう巻いていくんですけども、これもただ巻けばいいというわけではなくて、このチルをそれぞれのからくい側に寄せて巻けば巻くほど硬く戻りにくくなりますので、そういうふうにこう先の方にではなくて根元の方にきれいに巻いていきます。ギリギリで、この壁の方に、糸蔵って言いますけど、糸蔵の壁の方につくかつかないかぐらいのところで戻してやります。でスタート地点 のところにこう戻ったら、きれいにまた巻き直して、今度は外の方に逃がしていく感じですね。でウージルの溝は、歌口の溝はここになりますから、そろそろいいかなと思ったらこの溝の方にかけてやります。すると今きれいにこうはまってますので、で今度順番通りいくと、中汁になりますので、中汁をこの左側のからくいの穴に通します。これもやはりそれぞれのからくい側にですから、これは反対側に巻いていきます。これも悪い例でいくと、ちょっと悪い例させてください。そうするとこれが一番良くないんですよ。この先っちょの方に集中して巻くの、これだとこのからくいがくるくるって戻りますから、そうじゃないで、もう一度最初から穴に通した後にチルをきれいに根元の方に、根元の方に巻いていきます。でこれも近づいてきたら戻してあげて、スタート地点のところでこうまた巻き直していきます。そうするときれいに真ん中の方に溝入りましたね。うん、これでバッチリいいですね。で最後一番細いミージルです。ミージルもやはりこの開けてある穴のところに差し込んで、これは穴の位置にもよるんですけども、最初からスタートする根元の方にスタートするんじゃなくて、1回ぐらいは外に逃がしてやったらいいかもしれないですね。絶対ではないですけど。で根元の方に今度変えて、見えますかね、綺麗に巻いていきます。そして溝に落として、するとこの巻き方するとよくあるくるくるってしたのを避けることができますね。ぜひ今の三線、お持ちの三線の状態をご覧になられて、これに近い形で巻き直していただければと思います。そしたらバッチリカキカキ強くなって チンダミ戻る恐れもないので、安心して練習できます。以上です。